はい、皆さんお疲れ様です。まいさんです。夜中からの呼び出しに今から行きたいと思います。一応終わったんで、これも隠しクエストも、ちょっと眠いです頭回ってないんで変なこと言ってたらごめんなさい。なんだよ、ずいぶんと遅かったじゃねえか。うん、待たせました。まあいっか、とっとと行くとしようぜ。どこに？いきなりわけわかんないぞ。ったく、相変わらずマイペースな小僧だな。と、そっか、ちゃんと話してなかったな。いや、実はさ、ジオフロントの端末室までここ連れてってほしいんだよこいつマジか。ジオフロントの端末室って、新しい秘密基地開拓か。前に爆破されたあの部屋かい？あれはジオフロントの B 区画にある第8制御端末。連れてってほしいのは C 区画にある第4制御端末さ。いや、他の制御端末だとあんま自由が効かないんだよな。ようなまた懲りもせず。しかもそれを警察に頼もうって。動力ネット基本法はすでに執行されているんだし、さすがに違法占拠を手伝うわけにはいかないわよ。っていうか、話を聞いた時点で止めざるを得ないんだが、一応は違法じゃないんだって。僕の今の立場は財団のエンジニアなんだから、ジオフロントの制御端末の管理資格も持ってるんだっての。うーわ、また穴だらけ。ティオ、どうなんだ？管理資格は本当ですが、それでもグレーな感じですね、穴に突き込みやがったこいつ。動力ネット基本法ももう少し整備されるべきかと。さすがにちょいと微妙じゃねえか。そうですね、グレーゾーンの行為を手伝うわけにも。ああもう頭固すぎだっての。結社だったか、あの変な連中が動力ネットにもいろいろ仕掛けてたんだろ。今も何かされてない保証がどこにあるんだっつーの。それは確かに、それは言えてるかもしれないね。あ、そう。じゃあお前手伝ってくれる？それはおっさんも気にはしてたけど、忙しくて手が回ってねえし、動きやすい僕がわざわざ援護射撃してやろうってんじゃん。感謝されこそすれ、渋られるのはおかしくね。た、口だけは達者な小僧だな。でも確かに気になるといえば気になります。あの道化師の証明、ノバルティスという博士、財団を超えるネットワーク技術を確かに持っているようでしたから。わかった、手伝おう。ただし明らかに違法なハッキングは控えてもらうぞ。それと地下で何日も過ごさないで、部屋のベッドで寝ること。それはそれが条件だ。おいおい、勘弁してくれよ。なんでこの天才ヨナ様がそんなリアルに合わせないと。ジロ、うっそういうのはロイドは厳しいものね。まあそのくらいの条件は飲んだ方が無難かと。ああもう分かったよ、その条件でいいからとっとと連れてってくれ。制限ガチガチのオルキスタワーの端末なんてもう耐えられないんだってば。ま、本音はそんなとこか。やっぱり少し不健全なの。いや、しゃあないよ。決して、あんな事件起こったばっかだし。うっせえな。それで C 区画だけど、もう準備はいいのかよ。他のジオフロント区画と同じく魔獣とかいると思うぜ。そうだな、うん、行きましょう。そんじゃとっとと降りようぜ。降りるってどういうことだよ。ああ、 C 区画の入り口はこの灯台にあるんだぜ。知らなかったのか。そうなのか。ふん、見てなって。こんなところに。そんな真正面に。やれやれ、趣味全開な作りだね。よし、そんじゃとっとと入るとしようぜ。
うざ。あ、本当だ、いるわ。あ、なるほど、これショートカットか。飼育核って確かオレキスタワー襲撃の時にアリオスとダドリーがテロリストを追いかけてた区画だったっけ。またすごい場所だな。データベースによると熱処理プラントやゴミ焼却場を併設したエリアみたいですね。ルピナス川から水を引き込むことでプラントの冷却処理をしつつ都市全域に蒸気を配給する。セントラルヒーティングはいずれは可能になるらしいです。あくまで当初の予定で。またか。なんつうか、つくづく箱だけはすげえね。ラッピングだけすごい。そうね、このエリアもちゃんと生かされているとは言い難いみたいだし。しかしここって通商会議の時、アドリーたちが共和国のテロリストたちを追跡した場所じゃなかったっけ。そう、そういえば確か兵友に先を越されてしまったんですよね。なんだかずいぶん昔のことのように思えますけど。まだ2ヶ月くらいしか経っていないのにね。ああ、もう感傷に浸るのは後回しにしろっつーの。暑いしムシムシするし、これだからリアルは嫌なんだ。これで端末室の冷房が壊れてたらマジ勘弁だぞ。お前な、そんなに文句があるなら引き返しましょうか。嘘、文句なんてないっての。第四制御端末はエリアの一番奥にあるはずだ。とっとと抜けて涼しい風に当たろうぜ。たく行きましょうか。やっ、はい。しかし相変わらず変なマシンが動いているっていうか。火を吹いたりしてさすがに危険じゃないかしら。どうやら結社の人形兵器ではなさそうですが。僕のせいじゃねえって。そりゃ B 区画の掃除マシンは僕が暴走させちゃったけど、この区画に入ったのは初めてだし。怪しいな。別に怒ったりしないから正直に言っても大丈夫だよ。普段の行いだな、これは。だから違うっての。そういえばこの場所はオルキスタワーの基部からもつながっているんだよね。そっちから行くっていう選択肢はなかったのか。ああ、例のテロリストの件以来地下が封鎖されたらしくてさ、そっちからだと第4制御端末もめちゃめちゃ近いみたいだから僕一人でも行けたと思うけど。確かに D 区画方面のルートも封鎖されていましたしね。ま、第4制御端末の近くには出口への直通リフトもあるみたいだ。それを起動させたらこの先はあんたらには迷惑はかけないって。まったく調子いいな。先を急ぎましょうか。ああこれはそういうことか。他は何もないよな。オッケー。さあ、今回もおそらくカットしてることでしょう。着きました。あとはよし、ちょっと
SCP があれだけど、まあいいか。あ、おい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 、前に出ないでくれ。あれあれ、あそこが第四制御端末だ。はあ、遠すぎるっての。やれやれ、苦労したのは俺たちの方だろうが。まあまあ、慣れていないとついていくだけでも大変だったでしょうし。そうね、私たちも最初は辛かったわね。特にヨナは昔の私以上の引きこもりですから、これでもまあまあ頑張った方がいいですね。しかし若いうちはいいけど、大きくなったら大変じゃない？君ただでさえピザとかスナック菓子が好きみたいだし。ほんと運動した方がいいよ。よかったらヨナ、朝のジョギングに付き合うか？週1くらいでもいいからさ。ああもうほっとけっての。とにかく暑いんだから、端末室に入って冷房を。ヨナこっち。はあ、でっかっ。こいつは B 区画でうろついていた掃除マシン。磁石じゃんこれ。そんな生優しいものではなさそうです。ユラ君下がっていて。あ、わかった。なに、鉄くず集めのマシンとか。目標発見しました。もう今時さ、この表現古くね。ネットワークにアクセス。ネットワークにアクセス。対象者特定。え、は？なんで？なんだこいつ。まさかネットから僕たちのことをわざわざ特定したのか。ピッピッピ、危険度レベル3と判断。とりあえず解除しておきます。とりあえず。ふざけんなこいつ。機械のくせにアバウトすぎるっての。とにかく迎撃しましょう。やってやりましょう。歯応えありそうじゃねえか。あ、吸い込まれるなこれは。あ、吹き飛ばす崩壊。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。任せて。で、そうやね。おい、駆動。はい、分析を開始します。詳細データゲットです。ステータス効果はやっぱり効くね。水と風。俺の番だな。はっ、ほら。あ、これがナイス、ロイド余計。さて、で、風が一番効くんだよね。ドライブ開始。任せてくれ。せいは。任せて。で、君も。俺の番だな。そして、行こっか。行くぜロイド。いつでもいいぞ。やっぜ。はっ、バーニングレンジ。オッケーオッケー、そんなに強くないな。私の番です。これどうしよっか。あー、ちょっと惜しいけどしゃあねえな。リカバーモード起動。これで大丈夫です。ありがとう。ありがとう。俺の番だな。なえ、
めんどくさいなぁ。みんな頑張って。ありがとう。そこだ。行きます。違う。分析を開始します。すでに取得済みです。行くぞ。何それ、羨ましい。直線攻撃持ってるけど。みんな一気に行くぞ。あ、これはティオかと思ったけど。俺の番だな。入る？あいつ。ん？あ、入んねえな。行くぞ！ラディ！合点承知だ！やっせ！ハッ！バーニングレイジ！え？クリティカル入ってほしいな。世話が焼けるな。はっ！行くぜ。はっ！行くぞ。で、ティオ、悪いんだけど、もう一回。ターゲットを捕捉しました。すでに取得済みです。うわー。ナイス。よし。私の番ね。エニグマ、クドー、行くぜ。ゼイ。ありがとう、カモンさん。はい、ドライブ開始。もう仲間呼ぶのうざい。よし、せいで。さてと、もうあいつら今のうち倒しとくか。エニグマ、クドー、行くぜ。ぜい、行くぜ。おっしゃ。赤き世の神山よ、戦場をかけつわものどもを貫け。飽きてきた。ワンパターンすぎるからこういうボスは。もうこれで2体とも終わったろ。え、あいつ生き残るんかい。今だ。ちょっとダメダメです。え、マジかよ。それは聞いてない。ありがとうございました。俺の番だな。エニグマ、クド、行きます。
エニグマクロ。死ね。それ。土の耐性持ってたか。届く？あ、ダメだ。え？エニグマ、クル。さて、ドライブ開始。まあ、苦労かけさせやがって。こんなところかしら。今のマシンは。どう考えても不法投棄された機械というレベルじゃないような。結社の関与の可能性が高いかもしれませんね。ルバーチェの会長室を守っていた人形兵器と似た反応でしたし。あの武者っぽいやつか。なんかあれよりも高度なことをしてなかったか。動力ネットにもアクセスしてたみたいだけど。やっぱり結社が何かしているんでしょうか。大問題じゃないこれ。ま、考えてもしょうがないんじゃね。それよりいい加減端末室で冷房に当たろうぜ。このヨナ様が連中の動きをいろいろ探ってやるからさ。お前のんきというかたくましいというか。肝が座っているのは確かみたいですね。あ、もうあの音楽流れとる。ふんふん。どうやらさっきのマシンは1ヶ月前に放たれたみたいだな。マジか。無線で動力ネットに接続する装置が積まれてたらしくて、ノバルティスとかいう管理者名が記録に残ってるぜ。伸びてるじゃん。ノバルティス、あの白衣の男か。うわー、手が伸びてるよ、こんなとこまで。どうやら結社の中でもかなりの地位の人みたいだけど。マッドっつーか、薄気味悪いおっさんだったよな。ひょっとしたら戯れに試作品を放ったのかもしれません。なんというかそういうのが大好きそうな性格みたいですから。ああ、確かにそんな感じだね。見た目以上に危険人物なのは間違いなさそうですけど。まあでもあれ以上は放たれてないみたいだし、これで心置きなく引きこもれるってわけだな。約束忘れてないよね。いやー、タワー近くだから回線速度がめちゃ速な上に制限もほとんどないし。イエーイ、第四制御端末最高。ノリノリだな。やっぱり引きこもる気満々じゃねえか。ヨナ、主任には一応報告を入れるんですよ。あんまり勝手はしないように。ああ、はいはい、あとは僕一人で大丈夫だから、とっとと帰っちゃっていいぜ。おっと、こんなところに新しいサーバーができてんじゃん。いやー、クロスウェルのネット環境もなかなか充実してきたよな。やれやれ、もう夢中みたいだね。でも大丈夫そうですね。ええ、結社の動きはちょっと心配だけど。まっ、たまに様子を見に来ることにしよう。このまま引きこもり続けないかも、ちょっと心配だしな。ですね。そういえばヨナのやつ、出口に通じる直通リフトがあるとか言ってたな。うん、言ってたね。ええ、そちらの方ですね。どうやらこの場所はオルキスタワーの基部付近に位置しているみたいです。
そこから港湾区の灯台まで一直線にリフトが出ていますね。それは助かるわね。またあのクソ暑い中を通って帰るのはさすがに面倒だからな。確かに。それにしてももう夕方くらいになるかな。うん、そうだね。名残惜しいな。それじゃあリフトを使って町に帰りましょうか。やだ、そうだな。やだ。ここは何？あ、あちょうど夕方か。今夜は外食だし、仕事もここまでかしら。はい。皆さん、いろいろとお世話になりました。短い間でしたけど、本当に勉強になりました。ノエル、こちらのセリフだよ。ちょうど3ヶ月くらいだったわね。私と一緒だったのは2ヶ月くらいですか。なんつうか寂しくなっちまうよな。私も名残惜しいです。それに結社や両兵団、幻獣とか青い花の問題も全然解決していないのに離れるのが申し訳なくて。ノエル、まあ立場は違ってもクロスベルを思う気持ちが同じならいいんじゃないって僕が言うとうさんくさいかもしれないけどさ。そうだね、お前にしては珍しいわ。ワジ君、それに一段落ついたらまた戻ってくればいいじゃない。君一応将来を期待されてる身なんだよね。警備隊でドンパチやってるだけより確かに視野は広がるし。言い方よ、言い方よ。もう最後まで生意気なんだから。ま、確かにソーニャ司令もそのつもりでお前を出向させたんだろうしな。ノエルさんさえよかったらぜひまた一緒に働きましょう。そうでなくても休日とか一緒に遊びに行ってもいいし。私も車の運転とか教えてもらいたいです。年齢制限のせいで今回は襲われませんでしたし。喜んで。 ありがとうノエル。君の運転と戦闘技術と行動力には何度も助けられたけど。ね、なんかもう察しちゃうよね。何よりもそのまっすぐなところにいつも勇気づけてもらったと思う。ロイドさん、離れてても俺たちは仲間だ。警備隊で困ったことがあったらぜひ俺たちを呼んでくれ。俺たちもノエルの助けが必要な時は遠慮なく頼らせてもらうから。今までよりはまともなセリフだと思う。でも夕方ずるいなこれ。はい、喜んで。これはさすがリーダー、一瞬でいいところを持っていきましたね。まったく。
くも。もうエリーピンチだね。これはお嬢ももう少し頑張らないとな。ね、多分もう勝てないかも。私は別に。あ、どうしたんだ。ちょっとノエルもロイドの影響受けてきてるね。今のは気づけよ、ちょっと。あ、気づいたか。すみません、別にそういうわけじゃ。ん？そういうわけってどういうわけかね。そういう意味でも支援課に戻ってきてもらって続きが見たい気がするね。先輩、ワジ君。で、多分ね、ロイドは何も分かってない。はあ、全くもう。ほら。ティオ、何の話だ。おい、聞くな。まあ、ロイドさんもまだまだ未熟ということかと。ダメ出しされた。今何時だっけ？で、もう朝かよ。え、すごいな。はあ、さすがに腹が減ったぜ。あのピザ屋何時からやってたっけ？ピザやめろっつーの。確かあの店、動力ネットを試験導入するとか言ってたよな。ふふん、調べりゃ一発で。あれ？なんだ？このゴミみたいなデータ。いや、データじゃないのか？ヨナ？いや、結社が入り込んでるから別に仕掛けてても何かおかしくないんだけどさ。構造体？いや、それよりもはるかに。なんだよ、これ。やっぱなんか仕掛けてるね。プログラム構造体。